はい、ワイナドルのお友でございますということで、今回はですね、フォートナイトのレゴモードがね、ようやく実装されたということで、今日やっていこうと思うんですけど、見てください、レゴのカスタマイズドキャプテン、6回来ますね。なんとね、見た目がダサい、申し訳ないけど、なんかね、このスパナとトンカチのマークがついてるところね、これがついてるキャラクターっていうのは、まだね、ちゃんとしたやつができてないらしいんですよ。なんで、なんかね、自分で持ってるやつだと何がいいんだろうね。こういうやつとか、エイジレスとかは、普通にちゃんとスキンが出来上がっているんですけど、とりあえず仮の形でスパナマークがついてるやつは、見た目がね、似てないかもしんないけども、とりあえずで用意してますよ、みたいな感じになってるらしいので、とりあえずは、でも僕はカスタマイズキャプテンが好きな男なので、カスタマイズキャプテンでね、やっていこうと思います。これね、いや見た目がダサい、ピンクのおばさん。ということで、まずはね、フォートナイトのレゴモードからね、ワールドを選択していきましょう。新しいワールドを作成という風になってるので、自分のワールドを新しい作成、作成ボタンかな、これでスロットル1ね、セーブデータかな。でカバーの画像、何これ、これがいいんじゃないか、お花が可愛いから。で、ゲームモードはサバイバルとサンドボックス。サバイバルが世界を探検しながら建築収集、強力な敵に立ち向かう。サンドボックスは、必要なアイテムを自由にスポーンする。あ、これあの、クリエイティブモードみたいな感じね。じゃあサバイバルでいいかな。で、敵はオンオフが切り替えられる。若い子、あの、ちっちゃい子が遊ぶんだったら敵出ないようにしましょうね、とか、空腹ないようにしましょうね、みたいな。マイクラでもあるよね、確か。敵出ないようにするね。イージーモードみたいなやつ。まあ、とりあえず全部オンでいこうか。スタート。オッケー、よーし、来たぞ。おこれフォートナイトだぜ。あ、できた、ピンクマなんだ。どうも、ピンクのクマちゃんと話す。どうも、ここは、ここはどこ、君は誰、自分は誰、自分は誰。どうやらこの辺りで木と花鉱石がたくさんあるみたいだね。それを使って何を作れるかな。おお、やば、あ、ジャンプジャンプ、これあれだね、あの、世界を救えみたいなボタン配置なのかな。やば、フォートナイトでこれができるってすごいね。 UI が持ってるとこの、このアイテムね、右下のところがフォートナみたいにアイテムスロットがあって、パーティープレイするときみたいに左上のところに自分のライフとか載ってるね。で、しかもちゃんと左上はカスタマイズキャプテンのちゃんとしてるやつが映ってる。で、かぼちゃ手に入れて、何これ、これがかぼちゃ、おお、手に入った、かぼちゃ食べる。あ、お腹が空いたらかぼちゃ食べれるんだ。なるほどね。いいね。トウモロコシ？トウモロコシ？ダッシュとかできないのかな？これジャンプ？お、バックステップ。あ、これでローリングとかもできるんだ。なるほど、なるほど。お、焚き火ができる、これで。あ、クマちゃん来た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 。怖い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 。来ないで。来ないで来ないで。あ、止まった。行った方がいいかな。すいません。ダメです。自分たち以外にも他の誰かがいる気がするの、どうしてだろう。もうすぐ太陽が沈むね。焚き火があれば安全と暖を確保できるのよ。建築メニューを開いて、建築したいものを見つけよう。おー、出てきた。これどう？ほうほう。あー、なるほどね。なんかマイクラっぽいって言うけど、わかりやすいからマイクラって言ってるだけであって、アークとかラストとかみたいな感じだね、多分これ。あ、もしもーし。あ、一緒にエモートしてくれる。これは？お、いい、かわいい、すげえいいじゃん。お超かわいいんだけど。ピンクマの方がかわいい。できた、ダンでーす。おっと、怖い。寒くなってきたら、焚き火で、焚き火が温めてくれるよ。なるほどね。あはん。君のお腹の音は大きいね。2キロぐらい離れても聞こえそうだ。はいはい。なんか食べるの？ベリーかかぼちゃを食べればいいのね。オッケー。これで？あー、左上のライフが回復するのね。オッケーオッケー。ハートマークね。緑色のとこのゲージが多分スタミナかな？雨が降ってきたら困る。住まいが必要かも。これで家を建てろと、ここに。まず、じゃあ拠点をね。あー、出てきた。ベンチが必要と。やべ、楽しいこれ。それと、木材と花鉱石。あー、雲雲雲。あー、ちょっと、あ、動けない。助けて。クマ、助けろ。やれやれ。お前、剣持ってんのかい。あ、これもらっとくね。ありがとうございます。あ、じゃあ、左上んとこの、なんかあの、青とか赤のマークは、あれ、温度か。気温差だね。近いと暖かい。離れると寒くなってくんだ。てか、広いな、やっぱ、オープンワールド。あ、鶏いる？やったぜ、鶏。おう、おう、撫でる。よしよし。よしよし。よしよし。パンチ！パンチ！
お、あ、肉もらった。おー、キャンセルできない。あ、できた。オッケー。これは肥料。あ、うんこ拾えるの。あ、なるほどね、うんこ拾いだ。オッケーオッケー。何、クラフトベンチを作ればいい。こうがいいね。はい、オッケー。雨天時は使用できません。雨の時使えないんだ。家やっぱ建てなきゃダメだわね。掘ったて小屋どこに建てればいい。わかんないんだよな。こんくらい。はい、え、建築を始める。なるほど。あ、自分で作れと、こっから。なるほどね。これをまず作ります。あー、なるほど。あー、なるほどね。これはこれね。で、これもここにつけると。あ、いけたいけたいけた。自分が立てたからいけないのか。で、掘ったて小屋のピースが一部完了して、これをつけて乗っけると。で、これに変えて設置すると。これで3分の2が完了で、さらにピースを選択する。こうかな。おお、できた。シンプルな掘ったて小屋で、本当はこの中に作業台を置かなきゃいけなかったんだ、多分雨降ってるから。これさ、解体とかできないのかな。あ、一応壊すことはできるんだ。これで拾えると。オッケーオッケー。で、ここで作り直せるかな。あ、いける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 。なるほどね。で、ここにこうやってあげることによって雨の中でも使えると。クラフト、これで上ボタンで手元にあるやつを切り替えることができるのか。いきまーす。お、いいねいいねいいね。ゲッツ。あ、でもフォートナイトっぽい、このアイテムの出方が。あ、すげえフォートナイトっぽい。昔あったね、チャプター2のシーズン7ぐらい、8か7ぐらいでさ。何今の。え、何それ。え、何これ。待て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 。あ、めんどくさい。あ、オオカミいる。やべ、ちょ待って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 、これ狙われるんじゃない。いや、ちょ待って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 。違う違う違うじゃん違うじゃん。マジあいつ何こいつ。おお、敵いる。え、上上がれない。なんかある、なんかあるよ。開ける。あ、あ、ちょっと待って。敵来るから、敵来るから。まとめて取る。まとめて取る。オッケー。あれ、アイテム、あの、宝箱を教えてくれるんだ、場所。やめて。あぶら、あ、この辺、町があったんかな。ああ、これでもらえるんだ。なるほど、なるほど。宝箱要素もあるんだ。ちゃんとやっぱ、斧のところも、あの、緑ゲージがあるから、いずれ壊れるね、これ。気をつけて使わないと。向こうの方とか行ってみたい。ギリギリ。自分のベッド。これで寝ると。おやすみなさーい。これでリスポーン地ができると。これ、マイクラと一緒だね。まあでも、ラストもアークもベッド作ったらそこのところリスポーン地になるから、やっぱベッドは必要なんだ。え、これ、あれ左上が普通にスキンの絵になってる。隣に一応作っとこうかな。掘ったて小屋。さらにこれをつけて終了と。あれだな、多分こっちのピース使って自分の作りたい形にした方がいいかもしれない。これ作れるのもう。OK？ なんかわかんないけど、じゃあ作ってみようか、これ。わかんない。あ、え、あー、これ黄色いエリアが全部村になるのかな。もうちょっと手前？もうちょっと手前？こうしとかね？こうしとかね？こんくらいかな。あ、枠そんな感じだね。押す。お、村のアイコン。これいいじゃん。決定。これで？あ、なんか人いる。ヤッホー。誰お前。オーラいる。どうも、私はオーラよ。冒険を探してたな。ここ来て正解ね。会えて嬉しいよ。君の村に泊まることにするよ。ありがとうございます。あ、これで村を成長させることもできるんだ。やば、やり込み要素いっぱいじゃん。あ、夜になるとゾンビ出てくる。やば、逃げろ。アイテムまだ持ってないんだ俺は。やばいやばいやばい。家どこだ。お、寝まーす。村に入ってきた。戦え、ピンクマ。頑張れ、ピンクマ。よーし、ピンクマ強いぞ。よーし、センキュー。アーティストもらえばよね。ありがとう。なんで朝なんないの。あ、新しいの増えてる。あ、なるほどね。村のレベルが上がってるから、パーツが増えたんだ。よーし、とりあえず資材が集まったから、ここで作ればいい？設置。いけたぜ。
あーこれで板いける。クイック投入取る。これでいけんのかな。6個必要。あーこれでね、これで5個待ってればいいのかな。あとやってくれてる勝手に。1個終わった。三角ボタンで受け取る。で、お、これでいける。いけるね。ここ置いとこう。これでとりあえずアイテムが預けられるようになった。よし、とりあえず宝箱に全部ぶち込んで、残り大体いらないやつだけになったんで、ちょっと周り探してみようかな。探索行ってみよう。とりあえずご飯食べて。よーし、周り探索するぞ。雪山行きたい。すげえ遠いなあ。なんかいろいろある。寒い。あ、やっぱ寒暖差なんだね。アークみたいな感じだ。ってことはなんか服みたいのも用意されそうな気がするな。防寒着みたいな。これさ、水の中も入れんのかな。行ってみよう、やってみよう。泳げる。いいね。あ、泳げる。あ、寒い。え、どっち。あ、これだこれだ。こっちの方絶対なんかあるでしょう。で、牛めっちゃなんか食ってる。ちゃんとなんか食べてるんだ。あ、飲み込んだ。すげえ。そんなエフェクトみたいなのもあんだ。え、これやってないけど落下ダメージあんのかな。寒いよー。あ、落下ダメージある。あかーん。夜牛元気だね。寒いエリアはダメかもしれない。あー、こんな感じになるのね。再び立ち上がりましょう。リスポーン。失ったアイテムを回収するには自分のバックパックがある場所まで戻りましょう。失ったバックパックはマップ上にマーキングされる。おー、おはようございます。あー、こういう感じね。なるほど。よし、とりあえず海沿いっぽいとこ来た。あー、向こうに砂浜あるけどそれより先には行けなさそうな雰囲気。あー、でもそうだね。それ以上向こうはなんか行けなさそう。もしかしたら船とかあったらいけんのかな。多分今行く場所じゃないな。煙が立ってる。何あれ。煙立ってる。あれ、村人いる。こんにちはーす。はいっけっす。はいっけっすー。あ、満喫。え、待って待って待って。え、なんで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 。あ、そういうなんか襲撃エリアみたいな感じこれ。やばい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 。やめてやめて。で、なるほどね。武器を用意してこいつら倒しに来るっていうフェーズがあるのか。ってことは倒したら上にいい宝箱があるんだろうね。見たい。おお、普通の宝箱の音。これだけ、それだけ待っとく。ありがとう。戦わなくてもう手に入った。こういうエリアがあるのね。なるほど、こういう敵もいんのか。よし、他にもなんかいろいろ探したい。ダンジョン的なもんないかな。お、キノコある。キノコ、何これ。入る。ダンジョンあった。ダンジョン入ります。お、ダンジョン。よーし、探索してやろうじゃないか。あ、なんかアイテムある。ウルフクロー、一旦置いていこうかな。じゃあそれ。あー、敵いる。あ、ここにもアイテムある。武器とかないの。あとさ、矢があったところさ、弓ないんだよ。剣とか置いといてくんないかな。あー、敵いる。いいもんないね。あ、やった。やば。なんかあったね、上。あー、まあいいか。いや、でもここの出入り口、あれどうでしょう。うん、あ、場所違うかも。え、そんなことない。しょうがない、もう一回行くか。待って、今そこね。4.63 の 5. いくつ、まあ4の6ぐらい。よし、行きまーす。これで、ね、どうよ。やっぱ一緒でしょ。あ、違う。477の546。だからこっちの山の向こう側だね。ちょっとショートカットできるんだ、ネザーみたいな感じ。よし、新しい、もう一個マップ見つけた。マップじゃないや、ダンジョン新しいの見つけた。よーし、とりあえずここをマップに刻んどこう。多分向こう行けば、もう一箇所の出入り口行けば、おそらく
マップに表記してくれるんじゃないかな。入り口どこだろう、こっちかな。いや、ここは出入り口一箇所だけなのかな。ワープゾーンみたいな感じではなさそうだな。出口が2つあるところとそうじゃないところがあるのかもしれない。わからない。やめて、バカ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 。いけた、イエーイ。え、来るの。あ、やめて、やばい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 。物欲補正、もう一回チャレンジする。今の宝箱は場所わかんなかった。場所どこ。え、さっきと違うとこ来てる。おう、おう、イエス。このね、ここの操作がめんどくさい。ちょっと危ない。ここの操作が意外とやりづらい。あかん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 。暗いなぁ。やだやだよー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 。やった。やだよー。あー、物欲スラブキノコが欲しかった。おはようございます。くそ。はい、というわけでですね、今回は初見プレイという形で、やらさせていただきました。めっちゃ可愛い。とりあえずね、全体的に把握できたかなと思うんで、ここからねパート2やっていくのにあたって、街とかをね、こう自分の街を少し作ったりとか、ダンジョン攻略とか行くんかいお前だけ。ちょ待って。はい、そんな感じでね、いろいろやっていこうかなと思います。通常のフォートナイトのプレイに加えて、レゴのモードの方もね、今後配信とか、あと動画作成ね、やっていこうと思うんで、よろしかったら、チャンネル登録と、高評価、あと、クリエイターサポートは WNDG で、やっていただけると嬉しいです。2週間でサポート切れちゃうんで、またね、入れ直してもらえると助かります。そんな感じで、今回は以上になります。それでは、また。